どうも、おはようございます。FX 専業トレーダーの翔太です。本日ですね、2017年1月26日木曜日の、ドル円の相場展望をお届けしていきたいと思います。ドル円はですね、ポイントとしては、それ4時間足にちょっと変えたんですけど、ここですね、112.5円、この50銭の壁ですね、このあたりで、2回ね、下げ止まってるんで、この 112.5 円を、下抜いてくるかどうかっていうところが、ポイントかなと思いますね。でもしですね、この 112.5 円を下抜かずに、再度反発してくるようなことがあればですね、この日足ベースでこういうねダブルボトムですね、こういうダブルボトムが出来上がってくる可能性がね、ちょっと上がるんですよね。だから 112.5 円で跳ね返るようなことがあればですね、ダブルボトムで結構な、上昇が見込まれるんじゃないのかなと思います。現にですね、まだあれなんですよね、窓をねまだ埋めてきてないんですよね。ここねちょっと日足だと分かりづらいんで、ちょっと4時間足に変えますけども、ここねまだ窓をですね実体ベースで埋めに来ていないっていうのも結構気になる点ではあるんですね。そういった面でもですね、今ですね、ちょっと下落してますけども、112.5 円付近まで下がってきたらですね、もし、どういう動きを見せてくるかっていうところが非常に注目ですね。だから、この 112.5 円付近まで下がってきたらですね、ちゃんとこう反発するのを見てから買った方がいいですね。反発するだろうっていう思いで、安易に買うんじゃなくて、ちゃんと反発する兆しが見え出してきてから買うという方がいいですね。というわけで、112.5 円、重要なレートだと思いますので、この付近までもし下がってきたらよく監視しといてください。でですね、もし 112.5 円を下抜くことがあればですね、そうですね、今フィボナッチリトレースメントをですね、ここからここまで当てたんですけど、こっちの方は高いですね。こう当てましょうか。したらですね、この波の、半値がですね、50% のラインですね、がここになるんですけど、109.903 あたりですね。このちょっと上が110円になるんで、切り板ですね。この辺ですね。ちょっと110円、ちょっと水平線引いときます。この110円までね、もしかしたら大幅に下落してくる可能性が、比較的高くなってきそうですよね。この 112.5 円を、ここをですね、下抜いてきたら、この半値押しからの、また再度上昇みたいな、そういう動きになってくるかもしれないですね。要は、こういう N ってことですね。この N の字ができる可能性が、112.5 円を突破してくるとですね、明確に下にブレイクしてくると、その可能性が、
上がってきますね。うん、まあ、だからまあ何度も言うように 112.5 円、まあ、警戒しておいてくださいね。うん、でもここ、まあ、112.5 円をですね、下抜いてきたとしても、まあ、ここのね、押し安値、ね、うん、まあ、個人的には 111.7 円ですね。まあ、この付近をですね、ちょっとまあ注目してるんですけど、まあ、この押し安値付近でですね、まあ、ちょっとまた下げ止まってくる可能性あるんで、まあ、この辺付近でのまあレートにもね、ちゃんと、注目しといてください。まあ、だからこの大波に対しての、まあ、それぞれの押し安値にはちゃんと、その都度その都度注目はしといてくださいね。まあ、ここもそうだし、ここもそうだし、この辺りもそうだし、この辺りもそうだし、うん、こういったところでやっぱり下げ止まってきやすいんで、こういう場面来るたびにちゃんと見とくということですね。だからポジション持ってたらですね、その押し安値付近まで下がってきたら一旦こう利確をするっていうのも、まあ、一つの手だと思います。でですね、まあ、逆にですね、この 112.5 円まで来ずにこの上の113円という切り板でね、まあ、こう下げ止まってきてまた再度上昇してきたらですね、まあ、こういう N がね完成しそうなので、どうでしょうかね。ちょっとフィボを当ててみましょうか。今 61.8% 付近ですね。うん、まあ、こういう N が完成するとなると、ちょっとトレンドラインの力を借りまして、まあ、ここでね、ここでもし押しが作られたらの話ですけど、こういうことになりますんで、で、この第一波の長さ分がね、伸びてくるとなると、114.5 円にまあぴったしまあ来るわけですが、この 114.5 円は、このダブルトップの、まあ、三尊天井って言ってもいいかもしれないですけど、まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、このネックライン、このネックラインにもなりますね。この114.5 円ですね。すいません。114.5 円っていうのは、この三尊天井、まあ、ダブルトップでもどっちでもいいですが、それの、まあ、ネックラインになると。なおかつ、この波の値幅分が、ついてくると考えると114.5円付近になるってことですね。だからまあここで押しが作られて、まあ再度こう上昇してきたらですね、まあそうですね、陽線2本ぐらいね、例えばこうグッと出来上がってですね、113.5 円をね、この50銭の壁すらまあ超えてくるような、上に超えてくるようなことがあればですね、まあ、この N が、まあ、作られるというふうに仮定すると、この 114.5 円付近まで伸びてきそうな、そんな予感をしてます。ただ、まあ、ここで押しが作られるとまだ決まっているわけではないんでね、現状ね。現状まだ下がってきてますから、陰線、陰線。今、まだね、このローソク足確定はしないんですけど、今のところこのようにね、まあ陰線になってるんで、まあ、ここからですね、また先ほども言ったように、まあ陽線2本ぐらいね作られてきたらですね、まあこの N をちょっとはまあ期待してもいいんじゃないのかなと思いますね。うん、ここからずるずるまた下がってきたら、先ほどもね、ずっと言ってるように 112.5 円あたりでの、まあ、プライスアクションにね、注目ですね。
まあ、112.5 円あたりでまたこう反発してくるね、そういった兆しが見えたんですね。その反発してくる兆しっていうのは、まあ、その陰線で下がって、で陽線、まあそうですね、まあ、この辺でまああの、そうですね、例えば15分足、5分足レベルでですね、まあこう、まあ、揉み合っていただいてね、揉み合って、その揉み合いをこう、まあ、ブレイクしてくると。で、それをまあ1時間足、4時間足とかで見ると、まあ、こうちっちゃなね、まあ、ダブルボトム、もしくはまあちっちゃな三尊天井みたいな、うん、まあ、5分足、15分足レベルで見ると、まあ、あの明確な、ダブルボトム、または、逆三尊天井、またはこうレンジブレイクみたいな、まあ、それがその1時間足とか4時間足を見ると、まあダブルボトム、または逆三尊天井みたいな。ちょっとすみません、何回同じこと言ってんだって感じなんですけど、あのちょっと難しいですね。ニュアンスがちょっと難しいんですけど、そうだな、ちょっと分かりやすいように言うと、ああ、まあこういう感じですね、言ったら。この場面みたいな。この4時間足ベースで、こう、ダブルボトム、あ、すみません、ダブルトップになってますけど、ここ。こういう風な現象がね、この 112.5 円とかで見られたらですね、112.5 円でもう一回下げ止まったんだなっていうことで、あの買ってみるっていうのは、まあ一つの手かなと思います。うん、まあ、こういう場面みたいに、その4時間足ベースで見て、その明確にダブルトップだと、まあ、こっちで言うなら明確にダブルボトムだと、いうふうに綺麗に作られるわけでは、なんて言いたいんですかね。あの綺麗に作られる時もありますけど、綺麗に4時間足とか1時間足じゃ見えない時もあるんですね。それからその5分足、15分足とかで、あの短い時間足とかで見ると、まあ綺麗にダブルボトムが作られてたり、逆三尊天井が出来上がってたりっていうようなこともありますんで、うん、そうですね。まあだから4時間足、1時間足ベースとかでちょっと判断がちょっとこう難しいなと、そのチャートパターンの判断がちょっといまいちよくわかんないなっていう時は、15分足、5分足とかに、まあこう短期足にね、こうチャート変えて、で、チャートパターン形成されてないかっていうのを見ると、うん、理想的には、あの理想的にはですよ、あの1時間足、まあ、最低でもまあ1時間足以上で、あの、まあ、明確なチャートパターンが、あの作られてるなと、まあ、視覚的にもね、あの、まあ、目で見る感じでも分かりやすいように、分かりやすいくらい作られてるのが、まあ、望ましいということですね。うん、だから、あの、こういうような時もあるとですね、うん、分かりやすく言うと。これ、あの、何のチャートパターンか全然分かんないですよね、4時間足だと。うん、ただ、こう、まあ、下げ止まって、ぐっと上がってるようにしか見えないと。まあ、ここもそうですよね。まあ、こう、下がって上がってるっていう。これ何のチャートパターンなのかなっていうような場面でもですね、こういう場面でもその5分足、15分足とかに落とし込むとですね、まあ綺麗にチャートパターンが作られているということは、あの多々あるんですね。まあちょっと見てみましょうかね。この辺とか、ちょっと15分足レベルとかで、例えば見てみますと、こういうふうにね、ここで、ダブルボトム作られてますよね。要はこういうチャートパターンを見逃さないでほしいんですよね。うん、5分足で見るとどうでしょうかね。まあ、5分足で見てもね、こういう、まあ、ダブルボトムができていると。そういうふうに、まあ、判断できますよね、これね、ちゃんと。だからこういうことをね、こういうことをさっきから僕はずっと伝えたかったんですけど、ちょっとうまくね、あの解説できなくて、ちょっと非常に申し訳ない。
申し訳ないなという、まあ、気持ちでいっぱいなんですが、こういうことを伝えたかったわけですね。つまりその 4時間足レベルとかで見て、なんだこれはとよくわかんないなという時はですね、まあ、5分足、あ、15分足、また5分足とかにね、まあ、変えてですね、そこでチャートパターンを判断するということですね。うん、まあ、どうでしょう。結構分かりやすい解説には最終的にはできたんじゃないのかなと思うんですが、まあ、もしね、一回見てもよく分かんないと思ったらですね、何度もね、僕の動画講座はね、見ていただきたいんですよね。一回見て満足っていうよりかは、やっぱ、最低でも3回はね、見てほしいんですよね。まあ、これは僕インスタグラムの更新で、いつもまあ、書いてることなんですけど、僕実はですね、インスタグラムもやってまして、あんまこう知ってる人実はいないんですけど、まあ、一応この動画の下の概要欄にリンクはまあいつも貼ってるんですが、まあ、多分僕がインスタグラムやってるっていうのは多分その思いのほか知ってる人は少ないのかなという、そういう感じですね。なんか今あれですね、また下落の勢いがちょっと強くなってきてる感じですかね、今ね。まあ、でもまあヒゲができてるっていうのが気になりますね。はい、そんな感じでちょっとですね、まあいろいろと解説しましたが、重要な要素はですね、本当にたくさんこの動画講座の中でもたくさん含まれておりますので、まあ、さっきも言いましたけど、やっぱ最低でも3回はね、僕のこの動画講座をね見てほしいなと思います。ちょっとこう途中なんていうんですかね、ぐだってしまったりとかっていう場面が、まあ、ちょいちょいあったりすると思うんですけど、そこはね、本当にね、申し訳ない。もっと解説力をね、磨きたいと、心から、頑張っていきたいとね、解説力を磨けるように、もっと頑張っていきたいと思ってますんで、今後ともご視聴のほどよろしくお願いします。はい、というわけで、本日も、頑張っていきましょう。翔太でした。ありがとうございました。